どうもコウコです。最近ボブスタイルといえばこの外羽スタイルが多いと思うんですけど、こんな感じとかこんな感じとかですかね。こんな感じの外羽スタイルが多いと思うんですけど、この跳ねた時のここの面ってすごく大事になってくると思うんですけど、この外羽ボブについてちょっと質問をいただいてるので、それを西さんに聞いていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。質問なんですけど。質問？はい。何これ、バックルーム？いや、これあのメインチャンネルです。メイン？はい。突撃のメイン。はい。すいません。はい、この前赤松さんのあのボブスタイル切ったじゃないですか。切りましたね。あの動画にね、ちょっと質問もらってるんですけど。はいはい。ちょっと読みます。はいはい。お疲れ様です。耳後ろのシェイプすごく勉強になりました。ああ、はいはい。あとお聞きしたいのですが、うん、バックは長さのズレを作るのにサイドは長さをかぶせないのはなぜなんですかっていう質問をいただいてるんですけれども。ああ、なるほどね。はい。外羽ボブのやつやね。そうです。それ確かにあるよね。素朴な疑問としてあるよね。確かにそうですね、言われてみれば。後ろってこう長さの差をだんだんだんってこう作っていったやん。はいはい。でも最後それやってないやん。そうですね。なんでそれで合うのみたいな感じやん。うんうんうん、はい。赤松どう思う？はい。どう思う？聞いてた、はい、バックはだんだんだんってこう差つけへんやん。はい。でも最後でだんだんだんって差つけへんやん。はい。同じ外羽ボブやのに。はい。なんでやろ。サイドの方が後ろに比べて、うん、もうあの量が少ないからそんなに差ができないから。さすがやな。そうですね。まあそうやろ。やっぱりこうなんていうの、こうパシンとさ、まあ、切りパンシっていうか、まあ、真っ直ぐなボブ作った時に、はい、後ろの方が中から出てくるでしょ。はい、そうですね。そうやね、出てきます。サイドって中から出てけへんやんか。はい。基本的にワンレングスボブでも。はいはい。しかもそれをさ、外に跳ねさすわけよ。うんうん。外に跳ねさせたらより中の毛って見えやすいやん。上の毛をこうペリンとめくるわけやねんから。はい、まあ、中の毛バーンって見えやすいやん。はいはい。それをやっぱりこうピチッと合わせた方が、うんうん、まあまあかっこいいわけでしょ。はい、うん、あれね、ここはね、はい、あのね、サイドはね、長さの差をねつけてないわけじゃないんですよ。おー、そうなんですね。そうなんです。一応あのインぐらい入れてるでしょ。はい。切りっぱなしっていうのが定番やん。まあそうですね、流行ってますよね。定番やん。切りっぱなしもなんかもう巻かへんかったらもうなんていうの、普通のちょっとね、うん、だからサイドに関して言ったらイングラデーション入れるだけで、うんうん、一応中の毛は短く入れてるっていう話だったよね。でもさ、結局さ、このペリンとめくったところのこの下の面がこう切れるなるってことでしょ。はい、はい、あ、そうですそうです。でしょ。だからそのバックとサイドがペリンとめくったときに、まあ当然それはサイドの方が毛が少ないんだけど、はい、ペリンとめくったときにまあなんとなくこう面がこうね整ってればいいわけやんか。西さん、コウコはインスタやってます。概要欄からチェックしてみてください。フォローしたらいいことあるかも。サブチャンネルバックルームもよろしくね。それね、結局ね、はい、まあどういうことかっつったらね、まあこれ後ろのね、はい、うん、こうあるね、ね、で後ろの毛ってこの辺やんか、こうなんでしょ、はい、こうなんでしょ、でこの辺はここに来て、まあ大体この辺からはもう大体この辺ぐらい追ってくるわけやからね、ほら、もう距離長いよね。そうですね。距離長いね。でもサイドっていうのはこうあって、もうこの辺ぐらいからもう全部重なってくるからね、上に乗っかってくるから、こう、うん、そこまで向こうに行かないんだよね。はいはい。こう跳ねさせてもここの距離っていうのがそこまで向こうに行かないわけよ。はい。なんでバックってここまで行くんかなと思ったら、はい、結局ね、この生えてるこのポイントね、ここのポイント、
ここのポイントから後頭部がバーッと出てくるわけ。ここのポイントがね、この距離感、この距離感があるから、はい、結構バックってやっぱ広がるわけよね、跳ねさせた時に。そうですね、わかるよね。わかります。でも横ってこの距離感ないでしょ。なんならこっちには来ないやん、こっちには来ないでしょ、はい、だからこっちにしか来へんやん。だから毛がこう重力でこう押されるっていうか、はい、言って意味わかるかな。わかります。わかるかな、わかるかな、はいはい、でこれってこっちからこう外側に来るやんか、生え出る位置が、はい、だからそのまま追ってきて、さらにそこからペリンと外羽にめくっていくわけやから、だからよりここの幅が出やすいみたいなことになるわけですよ。うん、わかる、わかります。だからここの幅が出るんで、なのでネープの一番下とこのトップのところまで結構差をつけていかんと、ペリンとめくった時にここはまっすぐなってこないってことでね。でもサイドはちょっとだけなんで、まあまあインぐらい入れるだけで、まあそこそこめくってもまあ、まっすぐなってくると、まあ髪の毛の量も少ないしね、はい、ってなるわけよ、はい。まあ、逆に言えばっていうか、バックがこうあってロングの場合っていうのは、こう一回こう肩にくるでしょ、肩ね、肩ね、こう肩ね、肩ね、こっち腕ね、こう、こっちが前ね、こう全然分からない。ちょっとなんか、ちょっとなんかひどいひどい感じで、こういう感じね、何でも分かるよ、うん。この場合っていうのは、ここからここに生えてくるんだけど、こう来てロングの場合っていうのは、一回ここにこう来てここに渡るよね、こうやって、ほら、ほらこうなるね、こうなるから、こう重力がこう働くから、ここにここで一回こう押されるわけやんか、こう毛が何て言うの、重みでこうグッとこう重なり合う感じがあるから、だからロングでこう跳ねさす場合っていうのは、まあこのいわゆるこのネープギリギリで反射す場合に比べて、はい、ここまで長さの差をつけなくても、うん、まあ綺麗にこうペリンとめくれると。だからショートの場合はこういう面のこう、これ一つの見せ所やんか、美容師にとっては、はい、まあ、ロングの場合はここで一回肩に押されてこう馴染んで、でペリンって感じになるから、まあこんな感じにはならなくて、どっちかというとこっちのそのサイドのなんかこう外羽に近いっていうかね、はい、そんな感じになるんやろね、はい、だからこの首ギリギリっていうか、肩に当たるまでの長さやからこそこの距離感が出るんで、うん、なのでカットベースカットする時からね、1枚目2枚目3枚目っていう感じで長さの差をつけていかないと、はい、まあこっちのこんな感じにはならないということやろね。サイドはまあ内からまあ内側から出てきにくいんだけど、まあ、一応それでもあの、まあ、保険をかけて、まあ、イングラデーションで少しだけ内の毛を短くしているということじゃないでしょうかね、はいはい。2019年日産 TV オンラインショップスタートしました。過去の動画で紹介したコルタシザーと日産高コ使用モデルなどを紹介してます。動画概要欄の URL から一度覗いてみてください。